結果になりましたので、ただいまから、総合資源エネルギー調査会、電力ガス基本政策小委員会と産業構造審議会、電力安全小委員会の合同、第4回電力レジデンスワーキンググループを開催いたします。委員オブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところをご出席いただきましてありがとうございます。なお、本日は首藤委員はご出席でございます。それでは、以降の議事進行は大山田長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回は電力レジデンス総点検の点検結果に対する評価、およびそれを踏まえた対策、災害時の情報発信と停電の早期復帰について、電力各社からの取り組み内容の結果を踏まえた対策の在り方について議論いたしました。本日第4回につきましては、これまでの本ワーキンググループの議論でご指摘をいただいた、論点等をもとに事務局で作成した地域対策案について、まずはご議論いただきたいと思います。その上で、政府全体対応方針について、11月末を目途に、取りまとめを、予定していることで鑑み、これまでのご議論を踏まえて、中間取りまとめ案についてご議論いただきたいと思います。それではプレスの方の説明をここまでとさせていただきます。傍聴は可能ですので、引き続き傍聴される方はご注意してください。それではまず、事務局より本日の資料の確認をお願いいたします。はい、ということで議事次第にもございます通り、資料1が議事次第、資料2が委員等名簿、資料3が、中期対策の案について、資料4が、中間取りまとめの概要ということで、準備をしております。資料5の方が中間取りまとめの本体、本文の方になります。資料6としまして、前回ご審議いただいた電力インフラ総点検の結果につきまして、補足の、資料を準備してございます。以上でございます。はい、どうもありがとうございます。それでは議事に従いまして進めさせていただきます。まず電力レジデンスに関する中期対策案について、資料3に基づき事務局から説明をお願いいたします。はい、ではスライドの資料3のですね、スライドのまず 1ページをご覧ください。これ第1回のワーキングで配布させていただきました資料の抜粋でございますけれども、一番下赤枠に枠で囲んだところにございます通り、中期対策というふうにつきましては、電力インフラのレジリエンスを高め、災害に強い供給体制を構築されるためにどれだけ具体的な対応があるか、また電力事業にかかる、現状の制度等を含めて見直す点はないかという点でございます。この点につきましては、これまでの、会議の中、議論の中でもですね、個別にさまざまご指摘いただいたところもございますので、本日そうした点も含めまして、事務局の資料の方にできる限り盛り込みをさせていただいたところでございます。具体的に2ページをご覧ください。これはスケジュールの関係でございますけれども、中期対策については、第1回の議論も踏まえて、事務局で対策案を策定して、議論いただくということで位置づけられてございますので、本日ご議論いただければと思います。具体的に3ページになりますけれども、これ基本的な考え方について書かせていただいております。まず本ワーキンググループにおける議論、そして北海道における大規模停電に関する電力広域機関の検証委員会の中間報告なども踏まえて、取りまとめの後に即座に検討に着手すべき対策について本日ご議論いただければと思います。こうした対応につきましては、まずはそのブラックアウトを含めたこうした発生をですね、大規模の停電を最大限回避するためのいわば防災対策というものと、もう一つは停電が発生した場合のですね、被害あるいはリスクというものを最小化するための減災対策と、こうした2つについて、双方について検討することが必要ではないかということで、こうした考え方に基づいて全体を整理させていただきました。で、この中期対策についてじゃあ具体的にどうしていくかという今後の進め方でございますけれども、来年春、来週までを目処に一定の結論を得るというスケジュール感で、今後適切な場でですね、議論、検討を深めていくとしてはどうかということでございます。したがいまして、これまでの議論いただいたですね、もしくはそのこの場でも提起いただいた論点についても、この限り、ここで盛り込ませていただいたのが次のページ以降で、4ページ以降になります。まず4ページご覧いただければと思いますが、防災対策ということで、この大規模な停電の最大限の回避ということでまとめております。で、まず1つ目として、北海道エリアにおける中長期の対策の検討と、
というところでございますが、まず北本の連携線につきましては、現状60万キロワットから90万キロワットに増強している新北本連携線、こちらが来年3月に運転開始予定でございますが、その後のさらなる増強および既設の北本連携線の事例式への転換の是非について速やかに検討に着手することとしてはどうかと。でその際に、その新北本の連携線の整備後のさらなる増強については、ルートや増強の規模を含めて、これは全体と同じでございますが、来年の春までをめどに具体化を図ることとしてはどうかということでございます。で、また2つ目ですが、広域機関の検証委員会で今後検証されるシミュレーション結果を踏まえて、周波数低下リレー、UFR の制定値の見直し、あるいはトマト発電所の適切な運用に必要な対策の検討と。いうのをこれは当面の冬の対策はすでにやられておりますけれども、その後の対策という意味でございます。で、また北海道エリアにおけるガバナ法であるとか AFC 連携設備のマージンといった機能の再評価を行った上で、この必要な対策を検討することとしてはどうか。で、これ全体を踏まえながらですね、需給の動向を見極めつつ、発電所側ですね、こちらも適切な新陳代謝を含めて必要な供給力、調整力の確保を図っていってはどうかということでございます。で、2つ目は北海道に限らない、ブラックアウトなどを最大限回避して、また早期に、需給を安定化させるために必要な供給力等の対応力の確保ということで、この委員会のワーキングの中では、ブラックアウトになるかならないかということが、検証結果も含めてかなり議論をいただいてきたところでございますけれども、やはりそれだけではなくてですね、早期に需給を安定化させるための対策ということで、ここでまとめてございます。で、そのためのですね、供給力などの対応力の確保を図るための電源への投資回収スキームなどの対策を講じることとしてはどうかと。具体的には供給信頼度基準の考え方などについて検討を行っていく中で、調整力の必要量、これは技術的にも見直しを検討することに加えて、現在詳細設計中の容量市場について災害対応を含めた緊急のリスク等への対応強化を図るため、早期開設や取引される供給力の範囲拡大等を含めて検討することとしてはどうか。で、また経年化した火力発電所などの適切な活用を図るための方策についても、国民負担とのバランスも加味しながら、中長期的な視野に立って検討することはどうかと。これはこれまでの議論の中でも金井委員からですね、経年火力についての評価の方法というのを一律見ていいのかと、あるいは SCB の機能についてももっと活用を考えられるんじゃないかというご指摘も踏まえて、ここで書かせていただいたのでございます。それから本般の北海道の大規模停電なども踏まえて、後期的な観点からも含めて、送電線などの大規模故障が発生してブラックアウトを回避するために、部分的にも単独系統を残すといった緊急時復旧時の対応の行動化を図る方策についても検討したどうか。またこうした需給検証のプロセスというのは、これまで別の場でですね、定期的毎年夏と冬に向けて行っておりますけれども、これに加えてですね、電力インフラ総点検の方法をベースとしたしつつ、より精度を高めた形で定期的にこのブラックアウトのリスクといったものを確認するプロセスを構築してどうか。これはブラックアウトのリスクということを繰り返しになりますけど、需給の検証という意味では供給力の信頼性の確認は別途行っておりますので、これに加えてという趣旨でございます。それから3つ目ですが、レジリエンスと再エネの拡大の両立に資する地域間連携線などの状況拡大や活用化対策の検討ということでございます。これはこうした観点からですね、地域間の連携線につきましては、東日本大震災後に講じられている各種強化対策の現状も踏まえながら、また需給の状況なども見極めつつ、増強、これは物理的な増強と、それから運用面でのですね、活用拡大策と双方あると思いますけれども、こうした検討をすることとしてどうか。その際、北本連携線のそのさらなる増強、先ほど申し上げた点も含めてですね、レジリエンス強化と再エネの大量導入を両立させる費用負担方式、またはネットワーク投資の確保のあり方、これはタクト制度の改革も含めてですね、検討に着手することとしてはどうかと。で、また調整力の面では、需給調整市場の着実な実施というものを含めてですね、調整力の広域的な最適調達運用を可能するための制度整備について、これはもう相当今検討を進めておりますが、この検討も進めていってはどうかということでございます。次、5ページをご覧ください。こちら、災害に強い再エネの導入促進ということで、エネルギー基本計画においても主力電源化ということで位置づけられている、また大量導入が見込まれる変動再エネにつきまして、これは
例といたしましては、周波数変動への耐性などを高めるための、周波数変動に伴う回列の制定値などを見直すこととしてはどうかということで、まあ、これ、一例でございますが、グリッドコードの策定といったことを進めてはどうかという点でございます。また、こうした出力変動への迅速かつ効率な対応などを可能とするネットワーク自身もですね、IoT 化を推進する方策を検討してはどうか。また、この大規模停電などがですね、まあ、こうして起こった場合にも、蓄電池などと組み合わせて、地域でですね、再エネを利活用するモデルの構築を進めてはどうか。また、今回の北海道の件でも、まあ、実際、太陽光の家庭用の太陽光などは利用されていたわけでございますが、まずはその家庭向けの自立運転の機能の周知徹底、情報提供に向けた取り組みを実施するとともにですね、これどうしても仕様が一部、異なっていてですね、まあ、市民の方からするとなかなか分かりにくかったケースもあったというふうに承知をしておりますので、この機能のさらなる利用を、まあ、容易化するといった検討を進めてはどうかという点でございます。それから火力発電設備の耐震性確保の技術基準への明確な規定ということで、これ前回阻害委員からもご指摘いただきましたけれども、この耐震性確保の基準については、これまでの政府の基本的な考え方を法令上で明確化するためのにですね、火力発電設備が確保すべき耐震性について電気事業法に基づく技術基準に規定してはどうかということを検討してはどうかということ点でございます。それから、需要サイドにおける電力レジリエンス対策の検討ということで、これは松村委員はじめ、複数の委員からご指摘いただいておりますけれども、供給サイドのみならずですね、需要サイドの取り組みが大事ではないかということで、リマンドレスポンスの促進であったり、小売料金メニューを多様化したり、あるいはスマートメーターを活用する、蓄電機能として EV の可能性といったものを含めて、あるいはそのインバランス料金制度の見直しなどの需給状況を料金に反映する方策も含めてですね、検討してはどうかといったものでございます。それから、合理的な国民負担を踏まえて政策判断をするための定量化を行うために、この政策判断の一つのメルクマールとして、停電コストについての技術的な精査、これは公費機関においてですね、行うこととしてはどうかという点でございます。続きまして、減災対策の部分、まあ、具体的には、まあ、停電の被害、リスクの最小化ということで、電力安全課の方からご説明をいたします。まず大きな1点目、国民の方々への迅速かつ正確な情報発信に関するものです。で、これらの論点は前回まさにご議論をいただいたところですけれども、まあ、今回その中期対策として、まあ、こういう点を掲げてはどうかということでご説明させていただきます。まず1点目が電力会社のホームページ上の停電情報システムの精緻化という点ですけれども、これは現在そのホームページ上で公開をされている電力会社の停電エリア、あるいは復旧見込み、復旧の進捗状況などの情報について国民の皆様に、まあ、より分かりやすくですね、詳細に情報発信を行うと、まあ、こういった観点から一層の精緻化を検討してはどうかというのが1点目でございます。で、2点目は関係省庁の連携による重要インフラにかかる情報の共同管理見える化ということで、これは現在の内閣府を中心になりまして、災害情報ハブ、まあ、災害時のいろんなその重要なインフラのですね、状況を、まあ、ある意味一覧性を持って、見られる、あるいはその、まあ、整理をできるようなシステムということですけれども、まあ、それへの参画、そこに電力の部分を載せていくということを念頭に、まあ、電力会社が提供可能な情報と、まあ、災害復旧時に必要となる、まあ、諸情報をですね、整理をして、まあ、道路ですとか通信などのいろんなその他のですね、重要インフラの情報とともに、まあ、有効活用できるようなシステムの設計について検討してはどうかというのが2点目。3点目は、まあ、最新技術を活用した情報の収集ということで、まあ、具体的にはドローンを活用した、まあ、立ち入り困難な区域における情報を、まあ、現場情報の収集、あるいは被害状況を収集ですとか、あるいは被害状況を予測するようなシステムの開発、まあ、そうしたものによる設備被害予測の高度化、あるいは最新技術を活用した情報収集の方策について検討することとしてはどうか。これがその国民の方々への迅速なかつ正確な情報発信に関するものでございます。で、続いて次のスライドですけれども、停電からの早期復旧に関するものでございますけれども、
1点目が送配電設備の使用等の共通化ということで、その設備使用の共通化については電気料金の低減ですとか、あるいは新規接続を希望する再エネ事業者の負担軽減、こういった観点で検討が進められてきておりますけれども、他の電力会社からの応援作業員の復旧作業、これをより円滑化にすると、今こういう可能性も見込まれる、こういう観点に立ちまして、さらに検討を加速化させてはどうかというのが1点目でございます。で2点目は、実際に台風21号、24号等でも見られたような、復旧の妨げとなる倒木などの撤去、これの円滑化に資する仕組みの構築ということで、復旧作業現場への侵入路を防ぐ多数の倒木、あるいは倒壊家屋などの撤去につきまして、道路管理者や所有者との調整に時間を要する、こういうケースがあったということでございまして、そうした復旧作業の妨げを、円滑にするという観点から、撤去作業がより円滑になる仕組みを構築することとしてはどうかというのが2点。さらに3点目として、災害時における多様な電力事業者の円滑な連携体制の構築、電力システム改革が進展をしまして、新電力ですとか再エネ事業者を含めた電力事業者の多様化が進んできているとか、こういう中におきまして、災害時にはこうした事業者が円滑に連携、必要な役割を果たすことが必要になると、こうした観点で停電からの早期復旧を実現するための体制の強化を強化することとしてはどうかというのが1点目、それから2020年のその初送電の分離、これを見据えてですね、災害時には送配電部門の中立性を担保するという前提で、旧一般電気事業者の各部門が有機的な連携を維持担保する仕組みについても検討することどうかというのがこの大きな3点目のところです。でさらに4点目として、早期復旧を促す災害対応の費用回収スキームの検討、で災害や停電からの最大限の早期復旧を可能とするため、災害対応にかかる合理的な費用について回収することを可能とするスキームの構築を検討することとしてはどうかということでございます。そして最後にその需給逼迫フェーズにおける卸電力取引市場の取引停止にかかる扱いの検討ということで、今回の北海道における大規模停電時の経験も踏まえまして、需給バランスが大きく崩れた場合などにおけるその卸電力取引市場における取引停止にかかる取り扱いを今後検討することとしてはどうかということでございます。で卸取引、実際に北海道ではそういうことが起きたということでございまして、それについての今後検討してはどうか、あと卸電力取引市場が停止した際のインバランス料金、これに関する制度設計もですね、合わせて今後検討することとしてはどうか、これらが減災対策の丸2として停電からの早期復旧等に関する論点として確認させていただきます。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。では続いてですね、前回のレジデンスワーキンググループの指摘事項に関する補足説明について、資料6に基づいてですね、お願いします。はい、前回電力インフラ総点検に関しまして、本日ご質疑がございますが、首都委員からですね、この、総点検について、この総点検内容と、それから今般の、北海道地震におけるブラックアウトの減少となった事象として、この最大電源サイトの脱落と近隣の最上位の機械送電線における N-3 事故が複合的に発生しているということの関係性がございますので、この確認ということで、その際に私の方から口頭でご回答させていただきましたけれども、より明確化をさせていただいてですね、ご説明をさせていただければと思います。資料6の1ページでございます。でこの N-4 事故がですね、最大サイトの脱落とですね、同時に起こるようなリスクというものも、実際問題としては今回起きたわけでございますけれども、この北海道エリアにつきましては前回の説明と同様でございますけれども、 N-4 事故が実際にも発生したということを踏まえて、この北海道電力からですね、すでにこの重要変電所の近傍における送電線の中密地帯などにおいては適切な再発防止策を検討するということで、表明もされておりますので、また指摘もされておりますので、
こちらが必要な対策を講じるということで、また他のですね、対策も合わせて講じるということでございますが、ブラックアウトに至らないというふうに評価できるというふうに考えております。で、今回補足説明させていただくのが、この東日本、西日本エリアでございますけれども、北海道エリアについては最上位の基幹送電線の電圧は27万5千ボルトでありますけれども、50-60Hz 東日本、西日本はですね、50万ボルトで構成されております。で、ちょっとこの今回のですね、道東エリアにおける送電線事故がどういうことで起きたかということが、ちょっと資料の2ページをご覧いただければと思うんですが、鉄塔のですね、この送電線というのは、この鉄塔の部分で外資がですね、絶縁をさせて、この資料2の、すみません、2ページの右上の写真で言いますと、丸1の部分が電気が通るラインでございます。いわゆるジャンパー線と言われておりますが、この渡り線のような形で、少しその垂れ下がった形で電気が流れております。これが揺れによってですね、この上に、まあ、大縄跳びのようなっていうふうに今正しいか分かりませんけれども、上に揺れまして、この、揺れによって上にこう跳ね上がりましてですね、でこの2番の、この線にですね、鉄塔付近に接近をしたために、電気が通電をして、これが地面に対して電気が流れたために、異常を感知して電力供給が停止したと、こういうことでございます。でこれその50万ボルトとの比較を書いたものが資料の3ページになりますけれども、27万5千ボルトとですね、東日本西日本の基幹送電最上位系統である50万ボルトの線を比較いたしますと、この、ジャンパー線のですね、そのとこの上の吊ってある設備までの距離が約2倍ございます。また当然送電線としてもですね、太くなりますので、まあ、重さで言いますと、大体3倍から7倍あるということでございまして、同様の縦揺れが生じてですね、仮に2メーター程度この上がったとしてもですね、なおその異常時にその絶縁が耐えられるような距離までは近づく可能性というのは、概然としては姿勢としては低いというふうに評価できるのではないかということで考えられるところでございます。今申し上げたことがですね、1ページのところに書いてあるものでございます。でその上で N-4 事故地震が、まあ、発生した場合でもブラックアウトが発生しないということは念のために点検をしているということでございます。で沖縄につきましては当然50万ではございませんけれども、これ大体ルートがあるということは確認をさせていただいています。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それではここまでの説明に関しまして、委員の皆様からご質問ご意見をいただきたいと思います。ご発言を希望される方はお手元の名札を立てていただくようお願いいたします。対策ということで、いろいろ項目を出していただいて、検討してはどうかというふうに書いていただいていますが、これを拝見してですね、やっていただかない方がいいようなことは何もないわけで、ここをですね、しっかりやっていただくというのが大変重要なんではないかというふうに強く思いました。それで私、前回のヒアリングなどの印象を後々考えていますと、今回その北海道でのブラックアウトというのが大変印象強かったんですけれども、例えばその台風被害による関西電力さんの被害というのも220とか230万件でとてつもないやはり影響があったということが非常に印象に残っています。で、復旧にもかなり時間がかかっていたりということがありますので、やはりこういう今後どんどん災害が増えていくであろうというこの時代にですね、こういう災害対応の仕組みを徹底するということがとても大事だというふうに思っております。で、一点申し上げれば、いろんなところに検討するというようなところの中にですね、いろいろな例えば減災対策の時に7ページですかね、災害時における多様な電力事業者の円滑な連携体制の構築、これは本当に大事なんですが、単に連携しますという関係ではなく、どういうふうにやるのかとか、それのための準備はどうするのか、費用負担どうするのかみたいなことまでちゃんとこう仕組みというかシステムとしてちゃんと作っていただくという、そこまで落とし込むのが大変重要なんではないかということを強く感じました。
でなおですね、私はあの国民へ市民への情報提供ということをずっといろいろ発言させていただいていましたけれども、前回もですね、社会をこうしっかりとあの社会の、まあ、需要側の取り組みをしっかりこう生かすような形で対策を考えていただきたいということと、まあ、その費用負担に関してもきちんとあの今後考えていくような、それは情報公開しっかりしていただきながらやるのは大事だという話をしました。これはあの非常にあの今は大事だと思っていますし、その前のページの5ページのあたりの再生可能エネルギーの導入などに関しても、今あの一般の家庭で再エネを導入している家というのも増えてきてますので、そういうことも踏まえてですね、かなりあの、事前に、そういう太陽光に関する自立運転をしっかりとですね、できるような対策を進めることとかですね、再エネもしっかり活用できるような蓄電池とかいろいろなことを考えるという、まあ、こういうようなことを含めてですね、社会を巻き込みながら対策を進めていくというのが大変重要だというふうに思っています。でなおこの5ページのところなんですが、需要サイドのレジリアンスの中の項目に、例えばその電気自動車ですかね、 EV などのも活用とありますが、私あの水素燃料電池の戦略協議会、戦略を考える委員会にも入っているんですが、ああいう中で水素燃料電池に関してもその災害対応として活用できるという項目がいつも入っているんですけども、今回の中にはあんまりそういう言葉というのは逆に入っていないので、あのもしかしたら技術的にはあの中期よりも長期かもしれませんけれども、あのやはりそういうですね、あの水素燃料、ね、電池などもしっかり活用しながら、あの、まあ、蓄電あるいは水素でですね、そういう需要サイドの方で対応していくような、そういう動きもしっかりと書いておくのがいいんではないかなという感じがいたしました。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。水素の件はあくまでも例示としてここはしていただきますが、当然あの必要だと思っておりますので、ちょっとあの追記することも含めて検討させていただきます。他にはいかがでしょうか。では小野委員お願いします。はい、ありがとうございます。あの、この会議 の、 あの第1回目から、まあ、申し上げているように、まあまあ、レジリエンスは非常に重要性は分かっているんですけども、その対策としての、まあ、ハードウェアの増強についてはですね、やっぱり慎重に検討していただきたいということを、今一度指摘しておきたいというふうに思います。フィットの賦課金、それから、まあ、再エネ導入に関連して、まあ、必要となるコストの増大に加えて、まあ、電力需要の減少が、まあ、将来予測されていることから、まあ、自然体においてもですね、まあ、電気料金の上昇が、まあ、懸念されている、まあ、そんな中で、まあ、さらなる国民負担の上昇につながる、まあ、ハードウェアの増強について、まあ、慎重な検討をお願いしたいということです。で、本資料の4ページですけれども、まず北海道エリアにおける中長期対策の検討の中で、まあまあ、資料を見てみますと、まあ、その連携線の増強を前提とした検討を進めるように読み取れるわけですけれども、まあ前にも申し上げた通りですね、まあ、運用面の工夫ですとか、まあ、今後の電力需給の見通し、そして費用対便益などを勘案してですね、まあ、増強の要否を含めてですね、検討していただければというふうに思います。それからまあ、これを見ててちょっとわからなくなったんですけれども、その増強するとした場合のその目的が、まあ、レジリエンス対策なのか、それとも再エネ導入拡大なのかによってですね、その費用対効果とか、それからその負担の主体も変わってくるのではないかというふうに思います。少なくともその本ワーキングとして、まあ、来春までをめどにルートや増強規模を含め具体化すると、もうあたかもその増強前提とするかのようなですね、対策を提起することにはですね、疑問があると思います。それから、2つ目 の、 ブラックアウトの最大限回避の部分ですけれども、その容量資料によってブラックアウトを回避するということでありますが、その起頻度リスクを勘案して容量資料の需要曲線を、まあ、右の方に引くほどですね、容量価値への支払いは、まあ、多くなると、
で必要なレジリエンスを確保できるだけの容量を確保することはこれは重要ですけれども、停電影響が大きい需要家はもともと自家発ですとかですね、非常用電源で自衛していることも踏まえて、それから先ほど佐喜多委員からもですね、再エネの、需給もあります。どこまでの対策を供給側に求めるのかという点も整理した上でですね、慎重にコストとのバランスを図っていただきたいというふうに思います。それから、今後 活用対策の検討の部分ですけれども、その系統 その増強更新の負担のあり方については追ってしかるべき審議会で、検討されるというふうに理解しておりますが、その際にですね、先ほど申し上げたようにすでに連携線を増強することが決まっていて、負担の平準化等の観点から新しい負担方式が必要だなどという前提でですね、この議論が始まるとすると、事実上費用負担に関する審議は骨抜きになってしまう可能性があります。系統増強の要求も並行してですね、検討すべきではないかというふうに思います。以上です。私もハードウェア面とソフトウェア面はちゃんとバランスを取って進めが必要だというふうに認識しております。では松村委員お願いいたします。コストとその利益っていうのを両方考えながらというのはとても重要なポイントで、全てのことについて、ある意味供給安定性を高めるためにどれだけコストをかけてもいいということでは当然ないということなので、ここに書かれているものも、全体としてそういうことがチェックされるんだろうと思います。その中でですね、まず、ここは電力のレジリエンスのワーキングなんで、こういう格好になれるのは当然なんですけれど、お隣さんっていうと変なんですけど、大阪北部地震とかではガスが害を受けて、それを議論しろってそういう意味じゃなくてですね、そうするとガスが止まったとかっていうようなことの情報開示だとかですね、あるいは新規参入者も含めた協力体制だとかっていうのはもちろん電気と一緒ではないけれど、よく似た側面っていうのは当然あるわけで、例えばガスの方ではとてもうまくやれているのに電気の方は相当に悲惨で、ユーザーからの苦情が殺到していたなどというようなことがあったとするならばっていうかあったんだと思うんですけど、そうだとするとですね、情報の開示のやり方とかっていうのも、そちらに学ぶとかですね、あるいは新規参入者との間でさらに復旧に関して協力するとかいうようなことあるかもしれないというようなことも含めてですね、ここ電力のレジリエンスなんで、そのガスのことを議論しろって意味じゃなくてですね、もしそちらにベストプラクティスがあるのであれば、そういうことも当然電力会社さんもそのレベルまでできないんでしょうかというような議論っていうのが、今後として有益になるかもしれないというふうに思いました。現時点で具体的にどう書いてくれとかっていうことはなく、このままでいいと思いますが、情報開示の精緻化だとか、あるいは協力体制だとか、そういうのを議論するときにぜひそちらも念頭に置いていただきたい。それからですね、コストがかかるけれど安定供給性も高まるっていう、そういうものだとトレードオフなんですけれど、実はコストという観点から見ても相当に問題があることで、なおかつ安定供給上も相当に問題あることっていうこともクローズアップされたんだろうと思います。例えば応援部隊が入ったのだけれど、電線の細かい仕様っていうのが違うので手が出せないなどというようなことっていうのは、安定供給上も甚大な、支障になるんですが、普段でもこれはすごくコスト高につながる可能性って十分にある。つまり、そんなその電気のプロが行っても触れないような状況っていうのは、その普段の工事のところとかでも調達とかでも競争性が働かないで、それぞれの区域ごとに完結させざるを得ないという、そういう状況に陥っているということを示しているんだろうと思います。それはまあ当然コスト高になるということで、例えばヨーロッパに比べて日本の調達コストが4倍も高いとかなんていうことが仮にあったとして、でそのような原因っていうのは地震があるからだとか山が多いからだとかって、そういうような理由もあるかもしれないけれど、台風があるっていう理由もあるかもしれないけれど、わざわざそういう競争が働かないような各社が勝手な仕様っていうのを作って、国民に迷惑をかけている、消
消費者に迷惑をかけているという現実というのを思えばですね、できるだけ頑張って統一してくださいじゃなくてですね、そもそも今までは悪かったんだということを猛反省して、できるだけ揃えるように早期に揃えるように努力をぜひともしていただきたい。これコストを下げるということと安定供給性を高めるというようなことで、まあ、本来、議論の余地なく当然に進めるべきことが短期的にはコストがかかるかもしれないけれど、どこかの地域っていうのは順番で、この色、別の地域は別の色なんて、そんなところで独自性を発揮するということをしてもらっても国民には何の利益もないということは、もう一度認識していただく必要があるかと思います。復旧の過程で、これも多分野ということを考えていただきたいんですが、これはその、実際に実証されたわけではないのだけれど、例えば関西電力の配電の電柱なんていうのはとてもノトリアスっていうかですね、業界ではとても評判の悪いところで、通信業界なんかと競合するとかっていうようなことをしても関電の電柱が弱すぎて、で、結局かけられない。でそうすると電信柱の方も独自に立てなきゃいけない。それは逆もそうなんですけど、そういうことで、他の地域、例えば東京電力管内とかに比べても相当にそのなんていうのかしょぼい電柱っていうと変なんですけど、そういう結果的に社会コストがすごくかかるような格好でやられているのではないか。もしそれが原因で台風でバタバタと倒れるなんていうことがあったとすれば、消費者にも迷惑だし、社会全体にもコスト高になるなんていうようなこともあり得るわけで、復旧していくときにはですね、そういうことも総合的に考えて社会コストをどうやって最小化していくかということをぜひ事業者さんもその電気だけに限らず、広い範囲でぜひとも考えていただきたいと思います。最後に容量市場の話が先ほど出てきました。このレジリエンスを高めるために容量市場の早期開設とかっていうのは私はとても筋の悪い、やり方なのではないかと思います。これ4年間ってしたのはそれなりに理由があってやった。だから、どちらかというと新規の電源というのをサポートするというようなことを、まあ、強い目的としてやられたいうことに関して、ここを短縮するっていうことはどれぐらい、効果があるのか、再三の指摘があったんですが、より新しいものっていうので、よりレジリエンスの高いものっていうのをリプレイスしていくとかっていうことに関しても、一体どれぐらいの効果あるのかとかっていうことを考えると、相当に筋の悪い政策なのではないかと思います。それに反して消費者の負担っていうのは明らかに激増するということになる。経過措置とかっていうのをこれだけ緩く設定したということですから、ここを短縮すると消費者の負担っていうのは重くなる割に効果のない、とても筋の悪いもので、これが例示されているっていうことは私はとても遺憾です。これについてはぜひ慎重に広域機関の方でも考えていただければと思いました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは他にご質問ご意見ございますでしょうか。では1枚お願いします。ありがとうございます。私からは先ほど来費用対効果の話がありましたので、それ以外のところで何点か、コメントさせていただければと思います。まず1点目でございますが、ですね、スライドの7ページ目のところでございます。倒木等の撤去の円滑化に資する仕組み等の、構築ということでございますけれども、これは念のためというか等というふうに書かれているので、これに限られるというわけではないと理解しておりますが、当然、今回の、災害のケースでは、倒木とか、倒壊家屋といったものの撤去ということで時間が要したということだと思いますが、それに限られずですね、例えばその、土地の一時使用が必要な場合とか、そういったようなケースも想定されると思いますので、今回の、まさに発生した事象に限らずですね、想定されるような事象を含めて、そういった事態を想定した仕組み作りといったものの検討というのが必要ではないかというふうに考えております。ここは念のためということでございます。
でもう1点でございますけれども、早期復旧を促す、災害対応の費用回収スキームの検討ということで、この点も非常に重要だというふうには考えておりますが、その中でですね、発生した、合理的な費用について、回収するということを、このとするスキームということでございますけれども、この合理性をですね、担保する仕組み作りというところについても併せて検討していただければというふうに思っております。例えばでございますが、災害時に、供給力として期待できる、自家発と、などがあったときに、緊急時にはいろいろ炊き増しをして、お願いするといった形になろうかと思いますが、そうしたときにですね、事後的にどれだけの費用で生産されるかといったことが必ずしも、明確にはなっていない、ということになっている、という現状があると思います。そういうところについてはですね、あらかじめ、契約を締結しておいて、置くですとか、その際もですね、基本的な考え方について、一定の考え方を示すと、いったような形で、そういうような合理性を担保するような仕組み、ということも、合わせて必要ではないかというふうに考えております。逆にここがあまり合理性がどうかといったところをギリギリ、事後的にですね、やっていくということになると、やはりその事業者としても災後対応といったところの遅れということが、こういう観点であってはならないということだと思いますので、そういう観点からも、ご検討をお願いできればというふうに思います。でもう一点、先ほど松村委員からございましたけれども、ぜひ、ガスの、例ですね、を踏まえた電気のどういうふうに対応できるかといったところもぜひ参考にしていただくというのは重要かなというふうに思いました。ただ当然ではございますけれども、その中で事業構造というか事業者の数ですとか、さまざまな違いといったものはあろうかと思いますので、そういった点も含めた形で検討いただければと思います。で最後でございますけれども、まさに、中期的な対策といったところで、この中身についてはさまざまな場で議論がされるということになろうかと思いますので、この場かどうかといったところはあろうかと思いますが、定期的にですね、一旦中期的な対策といったところで、方向性を示していただいたので、それがどうなっているかといったところのフォローアップといったものは、ぜひとも、行っていただければというふうに思っております。私からは以上です。はい、ありがとうございました。他にご発言ございますでしょうか。大体のところはもう皆さんおっしゃったのでちょっと細かいところなんですけれども、災害時において発送電分離後に、送電配電部門の中立性は担保した前提で旧一般電気自動車の各部門が有機的な電気を維持担保する仕組みに検討することもしてはどうかというのも含めてあるんですけども、これ単純に考えるともう別会社になって別のところでやりなさいって言ったのがいきなり災害時にパパッと一緒にまた一緒にやれと言われても多分無理なんじゃないかと個人的にはちょっと思ってまして、むしろやはりその下に書かれている最大限の早期復旧を可能とするため災害対応に関わる合理的な費用について回収することを可能とするスキームの構築を検討することとしてはどうかというように、要はもう別会社になった後で当然今はまだこうちょうど自由化のそうとかこの発送で無理のところのこうちょうどこう過渡期なので、多分まだマインドも同じで一緒にやろうとか、その昔のその地域でそれぞれの電力会社が責任持ってやってますっていうマインド残ってるからいいんですけれども、もう本当に自由化してしまってこう分離もして全部やったら、それを維持その肝心のもしもの時だけ維持してくださいねってお願いするのは多分人の心変わってて難しいと思いますので、個人的にはこうなんかあんまりこう古い制度のところの前提を残したようなものではなくて、もう発送で分離後でもう別会社になってしまっているので、そういうこうなんか精神論的なところに頼らないで済むようなシステムを落とし込む方向で検討されていく方がいいんじゃないかなと個人的には思いました。以上です。はい、どうもありがとうございました。1枚それは関連じゃあまず1枚お願いします。はい、今のご発言についてなんですけど、発送電分離ということではありますし、中立性ということであるんですけども、ただ他方でいわゆるその法的分離ということで完全に所有権が分かれているわけではなくて、電力会社の子会社にあると
ということではありますので、まあ、そのグループ会社のをどういうふうに見ていくかというかですね、で災害時の対応をどうやっていくかというのは、やはりまあそれを前提とした制度設計をしなければいけないのではないかというふうには考えておりますので、あのその点を踏まえて、検討する必要があるのではないかというふうに考えております。松村の関連からお願いします。ご指摘の通り、その情緒的なものだけに頼るっていうのはとてもまずいと思いますので、まあ、それを強調しちゃいけないとは思わないんですが、ただですね、例えばガスとかでは、あの新規参入者も含めて災害時には協力するっていう体制をあらかじめ整えておく。多分ここの意図はですね、あのネットワーク部門だけでなくて、それからその旧一般電気事業者の小売発電部門だけでなく、例えば新規参入者の小売部門も含めた体制っていうのを今後整えていくというようなことの、まあ、第一歩というつもりなんだろうと思います。したがって、まあ、ご指摘の通り、まあ、新しい時代にあったということはやるんだろうと思いますが、一方で、ネットワーク部門だけに任せるのではなく、電気事業者一体となってやるという体制を、まあ、これから考えていきます、まあ、そのファーストステップですっていう、そういうことなのではないかと理解しました。以上です。佐藤様、お願いします。あの同じやつですけど、あの発送電盛り上がるときにこの非常時はどうするかって議論を相当しました。それで、それで相当して、大丈夫ですか、はい、すいません。それで、相当しました。それで実際にその、まあ、ただ災害に遭った時に手を動かしている方っていうのは、まあ、もちろん電力会社の方もやってますが、その全然資本関係がない、まあ、下請けというか協力会社の人が相当いて、その方もまさに身を粉にして、あの 今一貫体制のところで、まあまあ、一貫というか一貫じゃないところもありますけども、そこでも相当身を粉にして働いておられる方が大勢いると。そうすると、もしその電力会社が一切下請けとか協力会社を使わなくて全部自前でやってるんだったら、発送で無料した時って、ね、大問題になると思いますが、現時点でも膨大な資本関係がないところの方も使って非常時に対応してるんですから、あの発送で無料になると全く世界が変わったってことは私は全然ないと思います。ただもちろんその発注主とかそういう方のその指揮命令体系とかは変わってきますから、それと、まあ、あのそれを考えてその膨大な協力会社の方とどう協力していくかっていうのを、まあ、新たな体制のところで、あの構築していくのが重要だと思います。はい、ありがとうございます。あ、では大橋にお願いします。私もあの同じ論点ですが、あの結局、まあ、その下にあるこう費用回収のスキームっていうのは、これきちっと作ってもらう必要があるなと思います。で、まあ、その上でその今回のこの防災であり減災の時、まあ、災害が発生した時の体制というのは、これは、まああのまあ、送配電も含めて、あり、まあ、他の事業者さんもいらっしゃるので、まあ、そうした中でこうあの一定の体制をこう話し合って決めていただくのがいいのかなというふうに思います。まあ、その中にはまあ送配電だけじゃなくて、上のポツにもあるようにその発電小売あるいはまあ新電力も含めて、まあ、あの主体はいるのかなという感じはします。で、あのあともうあの委員の方々のご発言とほぼ私も同じですけど、例えばあの小野委員おっしゃったその北本のところがちょっと確かにあの前のめりなのかなという気はしていて、であのぜひこれあれですね、今回あのやはりその広域間であのシミュレーションをやっていただいたところで、まあ、いろいろ知見が非常に得られたっていうのは今回非常に大きな成果だったのかなという感じもいたしますんで、ぜひあのちょっとこれあの具体化する前にあの広域機関の方で、まあ、どのくらいのこの基本増強、まあ、あの意味があるというかね、そのどういうふうなあの機能を果たしよるのか、まあ、増強の幅も含めてでしょうけれども、まあ、ちょっとそういうことをこうやった上でこう議論した方があの生産的なのかなという感じがいたします。で、あの容量市場についてもあのこれ松村さんおっしゃった通りだと思って、まあ、あの取引される供給力の範囲はこれあの、まあ、きちっと議論されるべきだと思いますが、ちょっと 前倒しするっていうと、これいろいろシステムの話もあるだろうし、まあ、非常にあの移動するお金の額も大きい話になります。
から、ちょっとここは慎重にならざるを得ないのかなという感じがします。であと設備の使用の共通化のところですけど、ここは多分事業者さんもいろんな思いがあるのかもしれないんで、まあ、そういうことをちょっと伺った方がいいのかなと思いますが、他方で人材の育成とか、まあ、いろんな観点で考えてみても、まあちょっと設備の使用がどの程度共通化されてないのかっていうのはちょっと私あまり具体的によく分かってないところがあるにはあるんですが、ただ多分業界大としてこう人材育成やっていく、まあ多分人材だんだん細ってくるところあると思うんで、まあ、そういったニーズが出てきたときに、まあ、仕様の共通化っていうのは一つ重要なキーファクターなのかなと思いますが、まあ、ちょっとこれ事業者さんどうかお考えなのかっていうのは一回聞いてみたいなという気はします。まあ、いずれにしても今回この議論の裏にはこう多分現場で先ほど佐藤さんおっしゃった